野です。浜田です。今回はチューブを使ったフェイスプロを紹介していきます。肩のインピンジメントのリハビリやベンチプレスで肩の怪我をしたくない方はぜひ試してみてください。では先に一連の流れから見ていきます。セットしてもらって。OK。よし。では、一連の流れを見てもらったので実際のチューブのフェイスプルのやり方を説明した後に、これをすることによってどのような筋肉が鍛えられるのかとか、ベンチプレスの怪我予防でどういった還元が得られるのかというのを説明していきます。では実際にまずはチューブ握ってない状態でフェイスプルに大切な3つの動きを見ていきます。まず1つが肩の水平伸展という動きです。肩が上がった状態から、後ろに動くことを水平伸展と言います。この動きと、もう一つが外旋、肩関節の外旋の動きです。肩が外にひねられる動き、外旋の動き。そして最後が肩甲骨寄せる内転という運動です。なので、肩の水平伸展、肩の外旋、肩甲骨の内転、この3つを覚えておいてください。では実際にチューブを使ってやっていきます。ではまずはチューブを持ってもらって、柱など動かない場所に引っ掛けてもらいます。で、引っ掛ける位置というのは肩の高さを目安に引っ掛けてあげてください。で、少し後ろに下がってあげて軽くテンションがかかるまで持ってあげます。そして持ち方としては手の甲が天井の方に向くように持ってあげてください。この位置が基本的なスタートポジションになります。そして先ほどの肩の水平伸展、肩の外旋、肩甲骨内転の運動を同時に行います。ただいきなり同時に行うと難しいと思うので、まずはちょっと一個一個分けて行っていきます。まず一つ目、肩の水平伸展です。後ろに引く運動。そして次、肩の外旋です。肩をひねる運動、で、これと同時に軽く肩甲骨を寄せるっていうような形のイメージです。ではこれを実際にやってみます。こういった形ですね。上に向いてた手の甲が後ろの方に向くようなイメージで動かしていきます。はい、 OK。 世のフェイスプルで鍛えられる主な筋肉が三角筋の後部、そして極下筋、そして僧帽筋の中部、下部となります。で、結構こうフェイスプルというと三角筋後部を鍛える種目と言われて、いわゆるこうサイドレイズと同じように肩甲骨をあまり動かさないなど言われたりもするんですけど、肩と肩甲骨っていうのは必ずセットで動かすことが肩の怪我予防につながるので、しっかりと最後の肩甲骨の内転動作っていうのは忘れないように入れておいてください。ではどういった動きで今の紹介した三角筋後部、極下筋で僧帽筋中部が鍛えられるかちょっと見ていきます。で、まずは三角筋後部というのは肩関節の水平伸展の運動と外旋の運動、外にひねる運動に関わります。で、次に極下筋です。極下筋は上部繊維と下部繊維に分かれます。そして極下筋の上部繊維、上の方の繊維は肩関節屈曲の状態、この状態から水平伸展に大きく関わります。こういった動きですね。で、下部繊維、極下筋の下部繊維というのはこのポジションからの外旋運動、肩を外にひねるっていう外旋運動に強く関与します。同じ、他のインナーマッスル、極上筋とか他にも小円筋など外旋に関わる筋肉があるんですが、例えば小円筋であればこの腕のこういった位置から外旋、外にひねる運動で働きやすかったりとか、そういった違いがあって、極下筋はこの位置からの外旋運動に強く関与してきます。そして最後の僧帽筋中下部というのは、フェイスプルの最後の動作で見てもらった肩甲骨を内転寄せる動作で働いてくるの で、こういった形で三角筋後部であったりとか極下筋、僧帽筋中下部っていうのがよく働いてくれるトレーニングとなります。なので先ほども言ったんですが、肩甲骨を動かさない意識というのは肩、肩甲骨の動きバランスが悪くなるので、しっかり肩と肩甲骨をセットで動かしてあげて三角筋後部、極下筋、僧帽筋中下部しっかりと動かしながら鍛えるように意識してみてください。では、今のフェイスプルやることによってベンチプレスの怪我予防
なぜできるのかというと、ちょっとフォームの面からも解説していきます。まずベンチプレスで大切なことというのは、肩甲骨をしっかりこの斜め下の方向に動かすことになります。いわゆる胸を張るとかアーチを作るっていった動作なんですけど、この際に働いてくれるのが僧帽筋中下部繊維になります。まあ、先ほどこのフェイスプルの時に寄せるよって言ったところですね。で、この状態になると肩が軽く外旋、ちょっと外にひねられた状態になります。で、この状態から外旋することによって極下筋が働きます。そして極下筋が働くことによって肩甲上腕関節、肩関節の安定化が図れるので、この状態でベンチプレスを行うことで肩、肩甲骨のポジションが崩れずに動作を行い続けることができます。なので、こういった後ろの筋肉、肩甲面、背中の真ん中、ここをしっかり鍛えてあげることがベンチプレスの怪我予防にもなるので、ちょっとしっかり、チューブのフェイスプルやっていただけたらいいかなと思います。では最後に一連の流れの復習をしていきます。はい、肩の高さ、テンションちょっとかかるぐらいにセットしてもらって、動きとしては肩の水平伸展、外旋、肩甲骨内転、これを同時に行います。そして少し止めるようなイメージです。上げ切ったところで止めるといったイメージで、強度としては15回から20回ぐらいできるようなチューブのテンションを保ってもらってやってもらえるといいです。で、ウォーミングアップとしてもやってもらっていいですし、最後のインナーのトレーニングとして 2,3 セット入れてもらうことで肩の怪我っていうのは少し減らせるのかなと思います。まあ、週に 2,3 回程度やってあげるといいです。以上がチューブのフェイスプルのやり方と、まあ、理論の解説になります。こういった形で肩の痛みの原因とか、それについての解消方法というのは他の動画やブログの記事でも書いているので、よければ概要欄からチェックしてみてください。あ、はい、ありがとうございました。